フィッシュマンフィールドテスター西村です。今回は秋の新潟県日本海のサーフへ繰り出そうと思います。時期的にそうですね、狙える魚はシーバス、フラットフィッシュ、回遊魚、いろいろ狙えると思います。あとベイトフィッシュ、カタクチイワシが接岸してくる時期なので、そのカタクチイワシが回ってきたらすごい面白い釣りが展開できると思います。実調は明日からやるんですが、気象予報を見ると明日高波、明後日ベタナギ、すごい目まぐるしく変わる状況の中で、そうですね、ベイトフィッシュの回遊、波の入り方、いろいろ変わってくると思います。遠投から近距離までいろいろ技を駆使して魚を狙ってみたいと思います。朝のサーフへやってまいりました。結構な高波、波足は速い。今日は確か満月の大潮で、今ちょうど下げていくようなぐらいの時間かな。すごくブレークライン遠いけど、いい波が立ってると思います。今日のメインターゲットは秋らしくフラットフィッシュ、ヒラメマゴチを狙いたいんですが、波がものすごくいい感じなので、シーバスの方がものすごい釣れてしまう可能性も高いです。なのでサーフのターゲット3魚種全部狙ってみたいと思います。今日の波予報は確か2メートルから 1.5 メートル、割と高めなんですが、このベンダーバール 101M10 フィート超えのロットだったら、この箱をきれいに回避することができるから、今日はこの長物を選んでます。潮は若干濁りが入ってるね。手前はもう浅いからさっさと回収。濁っている。あ、くそ、ワンバイトあった。魚はいる。よし、ほら頑張る気になってきたぞ。サーフの釣りで求められるのは、まず第一に飛距離ですよね。浜ってすっごい広大なフィールドだから、飛距離が伸びれば伸びるほど攻められるポイントは増えます。なので長物、まずは10フィート超えの長物で遠投すればするほど、今度はバイトを取ることが難しくなってきます。どんなに感度のいい P ラインとは言っても、例えば80メーター、90メーター、100メーターとかを超えたその先でバイトを取ろうって思ったら感度を求められます。なので張り、キャストをするために必要なのは反発力を生むための曲がり、そして感度を取るための張り、この相反する2つの要素をこのベンダーバール 101M は同居させることができました。そしてもちろんこの波足の高い2メーターぐらいの波の中でも、3メーターのロッドを立てればあの波頭を回避することができます。波にラインを取られてしまうと、もちろんルアーは変なところに流れてしまって思い通りのトレースができなくなる。それがショートロッドだと難しくなってくるけど、ロングロッドだったら竿を立てるだけでできるようになるので、まあ、このベンダーバール 101M は本当サーフの釣りに特化したロッドと言っていいでしょう。今度はもっと遠くへ飛ばして、もうちょっとレンジも入れたいし、これかな、新編行こう。
一音すごい、確か35だか38グラムぐらいのヘビーな新編で、もうブレーク1枚向こうまで飛ばして巻いてこようと思います。今の季節のベイトフィッシュは主にカタクチイワシです。10センチぐらいのカタクチイワシなので、ちょうど10センチぐらいのこのシンキングペンシルだったら、まあマッチザベイトにもなるし、あと飛距離も出る、レンジも刻めるのでちょうどいいんじゃないかな。新ペンで引っかからないね、これでいこう。沖にいるのか手前にいるのか、僕の目の前なんかものすごくいきなりカックンとブレークになっているので、下手をすればこれ手前にいる可能性もありますよ。さっきミノを投げていたバイトがあったのは今投げたあたりなので、例えばシーバスだったらこの波だったらガンガン泳いでどっか行ってしまうけれど、ヒラメがもしついてたらそんなに動かないと思うんですよね。僕の正面ぐらいのあのブレークが2個あるのかな、波が2枚立つから、あの間あたり、あそこら辺がすごく臭い。潮が引いてきてだいぶ浜の地形が変わりました。僕の横50メーターぐらいのところにいきなりなんか離岸流が形成されつつありますよ、これ。おお、すげえ、離岸流爆弾だここに。たとえどんな岸際であっても、例えばヒラメ、マゴチ、フラットフィッシュって薄っぺらいから浅いところでもいられるわけですよ。一般的にブレークラインというふうな言葉を使いますが、今僕が立っているのがブレークラインです。今ここ浅いんですが、こここうやって深くなります。こういうふうなショルダーのとこに魚がついているので、こういうとこを狙うわけです。一般的には沖のブレークラインを狙うわけだけど、フラットフィッシュの場合はこういうふうな浅いところのブレークでもいるわけです。なので周りに他のアングラーさんがいないときは、こういうところは見つけたら狙いましょう。狙い目です。あっ、ホワイト、いたぞ何か。来たー、っしゃー、マゴチだ。よっしゃー、ちょっとちっちゃめだけどやったぜ。ちっちゃいけどフラットフィッシュ1匹目、まずはマゴチ。いやー、そこで説明した通りブレークラインのとこで何かガツンと当たって、何かなって思ってもう一度トレースしてみたら出ましたね。まあ可愛いサイズだけど、やっぱりこの広大な浜の中から魚を1匹探すっていうのは難しいけれど、ヒットした時の喜びはめちゃめちゃ嬉しいな。へへへ。今回のロッドはこちら、ブリストベンダーバール 101M 10フィート1インチの長物ロッドです。ルアーウェイトは8から50グラム、ラインは P の1号から4号と表記してありますが、もちろんタックルのセッティング、使うリール、ライン、リーダー、ルアーのウェイトによってさまざまなルアーが使えます。軽いものから重いものまで、表記のもっと軽いもの、表記のもっと重いものも実は使えます。このロッドの特徴なんですが、これだけ長くて M という表記なのにここまで強く入ります。この強く曲がって戻る反発力がムチのようにしなって、ルアーをえらい遠くまでかっ飛ばしてくれます。メタルジグ1オンスだったら 100m、 40g だったら 120m、 そういう風な遥か遠くのブレークまでルアーを到達させることが可能になります。もう一つ
この101Mという表記のロッドでキャスティングに特化したロッドかと思いきや、実はティップはこのご覧の通りしなやかです。 100m、120m 先メタルジグを放り投げてボトムを取る、意外とこれ感度が必要になってくる釣りです。例えば 100m 先の水深が 6m、8m、10m 深かった場合にフィーラインがいっぱい水の中に入ります。その中で水を切りながら魚のバイトも取らなきゃいけない、ボトムタッチも感知しなきゃいけない、そういう風な時にですね感度が生きてきます。長物の10フィート1日の長さの中に飛距離と感度を兼ね揃えたすっごい使える長物の一本になっています、ブリストベンダバル 101M。今日は2日目の朝一、まだ薄暗いうちに浜に立ってみました。今日は波はすごく落ち着いてきてちょうどいい感じだと思います。2日目、フラットフィッシュヒラメを狙って朝一から頑張ってみたいと思います。今タイドグラフで言ったら下げの5分ぐらい真ん中、あと3時間ぐらい絶好のチャンスだと思います。朝一まだブレークは遠くにあるのでかなり遠投で攻めてみたいと思います。昨日に比べたら波はないも同然ぐらいですね。50センチぐらいでしょうか。昨日最後に釣りをした時に今僕らの立ち位置がだいぶ離岸流の残骸になってました。朝一潮が動いてる時ここがまた離岸流になってるんじゃないかなって思ったら、ちょっと若干弱いんですけど離岸流は発生してます。波はかなり穏やかなのでこれちょっとレンジが上がってもいいかな、ルアーの。サーフの釣りって例えばそこに居ついている魚を探してランガンするスタイルと、ブレイクラインや離岸流に魚が回遊してくるのを待つタイプとあるわけですが、今日の場合ちょっとランガンしていろいろ叩いてみようと思えるポイントが明るくなってきて周りを見渡しても少ないので、この目の前にある離岸流とブレイクに魚が回ってくるのを待ちましょう。波の中でファイトするときにポンピングすると意外とラインテンションが抜けてバラしてしまいます。なので竿をしっかり構えてそのまま波打ち際へ下がります。リールはずっとテンションかけて巻き続けた方がいいですよ。ラインのテンション抜けるとバレます。本命か本命か本命か、え、これは触らん、サゴシ、まさかのサゴシ、ヒラメが来たかと思ったらサゴシ。結構ビチビチビチって首を振ったからヒラメだと思ったんだけどな。でもまあ釣れれば面白いです。もうちょっとサイズは欲しいけどね。よしよしよし、回遊魚がいるっていうことはベイトフィッシュも回ってきてるということです。これはこのタイミングで一気に攻めましょう。このショハブロックの後ろを攻めてみましょう。波が
わさわさしていて良さそうです。消波ブロックの脇がなんか水がヨレヨレしている感じに見えるので、あそこをフローティングミノ使ってゆっくり攻めてみたいと思います。よし行くぜ。あっあっあっ、目の前目の前目の前、魚が湧いてる。なんかなんだ、あ、来た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 、なんだこれなんだこれ、目の前に魚が湧いてる。なんだこれなんだこれ、追ってきた追ってきた。まさかの展開、目の前になんかさ、あ、カタクチイワシ発見、カタクチイワシ発見、やった、これはいただいたか。なんかいるぞ、なんかフィッシュイーターがいるぞ。ここあーくそ、なんだ今の、何かが今食ってきた。なんかいるぞ、結構早く巻いたつもりだったけど食ってガツッと乗ってきたから、なんだろう、来たー、よっしゃー、これはいい引きしているぞ。なんだろう、いなーだー、しょしょー、今度はいなーだ。ふぅ、大魚が高い、海水温が高い。まあ稲田というか、日本、新潟だとツバイソっていうサイズですね。まあそれでもやっぱり回遊魚、引きは結構強くて面白いです。3魚種目、ツバイソ、ブリの幼魚、この倍ぐらいのサイズも釣りたいです。よし、よしよし、へへへ、やったぜ。おっと、行ったか、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ、そう、そっち、おきおきおき、よし、行け、やった。このベタなぎだったら広範囲を攻められる方が多分有利です。これを使ってぶっ飛ばしてみたいと思います。メタルジグ使う場合はですね、ブレーキは緩めても全然ガンガン飛びます。行くぜ、行ってこい。このベンダバール 101M っていうロッドは遠投に特化してすごくブランクス全体が曲がります。バットはものすごく強いんですよ。なのにティップはしなやかにこのように動きます。このしなやかなティップを使って、例えばさっき稲田、サゴシなどをかけたわけですが、やつらは口がちょっとちっちゃめなので捕食は下手くそです。今ちょっとバイトしてきたね、何か小さいものが。そういうふうな小さい、口の小さい魚の弱いバイトでもスコーンとルアーが入ってくれて弾くことが少ないです。来た来た、カタクチ大雪岩。僕今偏光グラスしてるのでよく見えるんですが、この波の中で黒くしましまがピチャピチャするんですよ。これほら、こういう風に水面ピチャピチャしてるのが分かるかな。これ全部一面カタクチイワシです。ほらキラキラしてるでしょ、波の中。水面もねちょっと穏やかになる、ビチャ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 してるんですよ。これすごいね、うわ、波が黒い、すっげー勢いでスプール回ってどんどん安いきます。まだ飛んでる、ここで着水、今着水を止めなかったからこうやってバックラッシュしてるけど直します。これぐらいはバックラッシュのうちに入ります。あれだけあったスプールがこんなに痩せました。えらい飛距離です。
さすがにこれだけ飛ばすと沖は深いですわ。ボトムに着底するまでだいぶ時間がかかる。来た。いやー、おこれはいいサイズか。やべ、テトラに行く、行くな、そっちに。なんだなんだ、何がかかった。波打ち際まで来た。おお、ドラグ出たぞ今。あそこにいる、ほら波の中。波に乗せてこっちへ持ってこい。なんだ、だいぶ引いたんだけど。あ、さっきよりサイズが上がった。よっしゃ、よいしょっと、やった、さっきよりもサイズアップ。つばいそから稲田にジャンプアップ。さっきよりも10センチ以上でかいね。引いた、面白い。よっしゃ、やっぱ青物って綺麗だね。この青さ、青緑、これ僕大好きですよ。よっしゃ、よし、よいしょ、楽しい。こういう釣りがすごい続くと面白いですね。ヒラメを狙いましょう。今もう稲田を釣り、サゴシを釣り、さらにマゴチまで釣りました。マゴチがここにカタクチイワシを捕食しに回ってきたということは、同じ習性のフラットフィッシュのヒラメだったら多分いるはずです。彼はここにいるはずです多分。それを狙ってみたいと思います。サーフの宝くじヒラメちゃん、ぜひとも釣りたい。ご覧の通りベタなぎになってしまいました。なのでこの流れが払い出しているポイントが貴重です。この貴重なところを丁寧に攻めていきます。あっ、バイトした、いるぞ魚、かかれよ、いるぞ、まだ何か。あのショーハーブロックよりも沖だな、いるのは。きたー、あーあー、やってしまいました。長いやつです。先ほどかけたくなかった長いやつが釣れました。まさかのまさかの展開。こいつくちばしがものすごく凶暴なので、あんまり持っちゃダメですよ。本当にこいつの牙凶暴なので。わあ、おっかね、わあ、おっかね、おりゃおりゃ、ほらほらほら、こういう風に噛みつくんですよ。危ない、これ、ね、うわ、おっかね、あ、怪魚です、怪魚、おっかね、噛みついてくるもん、すぐ、あ、ヒラメ狙って頑張ったのですが、最後の最後に釣れたのはこいつでした。いやー、びっくり、まさかボトムを狙っていてこいつが釣れるとは。本命はヒラメだったんですけどね、これが釣れても面白いわけですよ、やっぱ。うわー、すげえ口。ほらほら、もうね、こいつに噛まれると痛いですよ、ほら。まあもちろんね、下道なんですけど、痛い痛い、釣れてくれれば何でも楽しいので丁寧にリリースしましょう。よし、話してやるからお前も話せよ。よし、今回の釣り、例えばそうだね、どう言えばいいかな、昨日の朝はすごい高波でシーバス釣れるんじゃないだろうかと期待したんだけど、シーバスもヒラメも釣れなかったんですが、マゴチが釣れました。そして2日目、今日は一気にベタナイダのですが、なんとカタクチイワシのパーティーでした。遠投して何でも釣れるから面白いわけですよ。飛距離を求めて遠くへ投げたらもう何が釣れるかわからない、そういう風な多魚種フィッシング、
すごく面白いです。ベンダーの 101M 大活躍。バイトを取ってかけていく、あとはボトムのタッチの感度も求める、そういう風な素敵な長物ロットに仕上がりました。ブリストベンダーバウル 101M ただいま好評発売中なので、皆さんもこれからの秋冬のショアジギング、ショアプラッギング楽しんでみてください。